ランチアレースチームのメンバー。右端の人物が、ヤーノ・ビットリオ・ヤーノは、イタリアの自動車設計者、ピエモンテ州サンジョルジョ・カナベーゼ出身で、ハンガリー人の移民の家系。1920年代から1950年代に、家系、イタリアを代表する自動車メーカー各社を移籍しつつ、多くの高性能レーシングカー、スポーツカーを開発したエンジニアとして知られる、トリノのラピドで、 製図工として働き始め、1911年にフィアットに職を得て、類似バッチの下でキャリアをスタートさせた。1923年、アルファロメオのレーシングドライバーだった、エンツオ・フェラーリの説得により、バッチと共にアルファロメオに移籍し、そこでグランプリカー P2 を設計する。P2 は1924年に、初戦のクレモナサーキットにおいて、 ジュゼッペ・カンパリの運転で勝利を挙げるも、翌年のフランスグランプリにおける事故によりドライバーのアントニワスカリを失う。アルファ・ロメオはそれ以上、P2 を走らせることを拒み、スクーデリア・フェラーリがそれらを引き継いだ。P2 は1930年代を通して、レースで走り続けることとなる。他にも六 c 七百五十や八 c 二千三百八 c 二千九百 P3 を設計するなど、 レーシングカー、市販車の両部門で戦前アルファロミオを代表する歴史的名車群を開発した。会社が国有化されると、これらを再びフェラーリが引き継ぎ成功を収めた。1930年代中期のレース界では、アウトユニオン、メルセデス・ベンツ両社のドイツ勢の構成に苦戦するようになったが、1935年ドイツ、GP では、 タツヨネボラーリが P3 を運転し優勝している。1937年、エンツオフェラーリはアルファロメオに対して、ヤーノに新車158アルフェッタを設計させるよう求めた。だがヤーノはその年にランチアに招かれ、アルファロメオを去る。158の設計は、弟子のジョアッキーのコロンボに委ねられ、翌年デビュー。第二次世界大戦も改良を加えられながら、 約15年間現役であり続けた。ランチアでのヤーノは開発主任についた。戦後はエンジンをストレスメンバーとして設計した革新的な会位カーィ5 0や同じく革新的な GT カーであるアウレリアを設計し、戦後型ランチア社の基礎を築いた。1955年になると、アルベルト・アスカリの事故死とルマンでの大事故の影響で、ランチアがレース活動から撤退し、 車両と設備はフェラーリに譲渡されレース活動は引き継がれた。ヤーノはアルファロメオ時代からエンツォと知り合いであったこともあり、フェラーリでレース活動に参加することとなる。フェラーリではエンツォの息子であるアルフレード・フェラーリと共に V6 及び V8 エンジンを開発した。この V6 はフェラーリ初のミッドシップ車 D の 206GT に乗ることとなった。そしてこれらのエンジンが 現在まで続くスモールフェラーリの系府の礎となった。引退した裁判年は自らの開発した過去の名車に関わるイベントにも多くゲストとして招かれていたが、1965年に息子を亡くすと体調を崩し、同年トリノの自宅で拳銃自殺した。長引いた帰還支援をガンと思い込み、悲観したことが原因であったという。ありがとうございます。